多分いろいろ多分やりたいことがあって、多分なんとなくなんですけど、あの水野さんは多分なんだろうな、結構意外とそういう根っこのね根本の問題を探るみたいなのもね、うん、好きっていうのもあるし、で結構ねそのなんだろうな、その抽象的な思考が結構できる方なのかなっていうふうに思って、でこれビジネスとか、まあ、物事を捉えるときに僕よく言うんですけど、その抽象と具体を行き来しましょうねってよく言うんですね。抽象と具体ですね。あ、はいはい、抽象的なその概念的な考え方と、うん、であと具体的に、うん、じゃあ何をやるのみたいな感じ。だからビジネスも例えば、なんか人を幸せに、なんか高齢者を幸せにしたいっていう、うん、これって抽象的じゃないですか、うん、で具体的にやるってなったら、じゃあ、ヘルパーでやるとか、もしくはなんか、うん、ちょっと別のなんか介護タクシーみたいなやるとか、うん、なんかやり、うん、手段はいっぱいあるじゃないですか、うん、ね、マッサージで高齢者を支援するとかもなんかあるし、そう、なんかこの抽象と具体を、ね、行き来しましょうねっていうのをよく言うんですね、うん、でその自分の今の思考っていうのがどこなのかっていうのが、うん、分かるともっと思考がもしかしたら整理されてくるかなと、で抽象度高い思考ってすごく大事なんです。大事で、これができるとその共通化できてくるんで、この A と B の出来事もね、なんか共通する部分なにみたいな感じで見えてくるんで、まあ問題点が見えてくるんですけども、ビジネスって落とそうと思うとやっぱ具体的に落とさないと一般のお客さんには響かないので、うん、そうですね、そう、うん、だからそこがね、多分でもそれがちゃんと整理されてくると、うん、多分すごいスッキリしてくるんじゃないかなっていうのをしてて、ね、もっともね、なんか先ほどちょっとお話聞いた時にね、なんかそのなんかリハビリというか、うん、そこなんか日本をリハビリしたいみたいなところをねお話されたんで、そうそう、結構ね、うん、世の中に起きてる問題っていうのはすごく気になっちゃう、はい、方なので、このリハビリの意味なんですけど、確認しておきたいのは、うん、リハビリスですよね。そうです、語源どういう、うんうん、リはまあ再びとか、うん、再びそういう意味ですよね。でハビリスが適したふさわしい、適したじゃあ適したふさわしい状態にすることが戻すとか、リだから作るじゃなくて、うん、戻す本来あったいい形に戻すっていうのがリハビリ、うんうん、でそれを本質から見て、うん、何かをしたいが何かがわからない、何かをしたいわけ。ださっきの抽象と具体だと、うん、抽象ではそのリハビリして根本を直したい、うん、じゃあ具体的にどっから入りますかっていうのが今は分かんない、分かんない、いろいろやってみたけど、うん、なんか違うっていうところなんですよね。それを考えるときの一個のまあヒントがね、まあ本にも書いてあるそのコアコンセプトっていうところで、うん、まあ、誰に何を USP っていうところになるんですけど、うん、でその中で多分、ね、一番具体的にまずしやすいのがその誰を結局自分は一番助けたいのっていうところだと思うんですね、うん、どうやっぱ人が見えてくると、うん、じゃあそういう人にどうしてあげたいのかっていうところがあって、なんでちょっとご質問でください。一番助けたい人ってどういう人とかってイメージあります？こういう人はもう私絶対助けたいなみたいな、はあ、そうですね、一番助けたい人そうですね、そこをすごく悩んだんです。あ、はいはい、全然、うん、で別に一人じゃなくてもいいです。なんかそう、悩んだのは どことどこで悩んだか。やっぱり誰をって、うん、誰に、うん、何を誰に、はい、誰は誰にって誰と誰で悩んでるんですか？ん、誰と誰で、例えば子供か老人かとかなのか、うん、男か女かなのかとか、ね、悩んだとこ何かがあるわけでしょ。そうそうそう、悩んだっていうのが結局みんなっていうのが出てくるんですよ。はいはい、素晴らしいと思います。いいと思います。で究極みんななんですよ。究極みんな、そうで、これは僕も同じ究極みんななんですけど、ただ自分がやっぱりできるって具体的なレベルに落としていくと、うん、僕は例えば僕は、それこそ高齢者の介護施設とかで僕が直接働くのは多分ちょっとできないなと思ってるんですね、うん、でもなんかそういう経営者の方とかその幹部の方の指導とか支援みたいなのはできるなと思ってて、うん、なんか間接的にはそういう方を支援するのは直接的には多分僕は企業関係者の指導っていうところになってくるんで、だからよりそうですね、その誰にみんな究極はみんな助けたいんですけど、よりもうちょっと落として自分が直接にどこに関わりたいかっていうと、それってどういう方とかどうあります？イメージ的にはやっぱり高齢者と関わってきたっていうのもあるので、うんやっぱり高齢者の方
ね、どんどん増えてきてるので、うんまあ、元気に年を取って、うん、みんなのモデルになるようなっていうのかね、うんうんうん、モデルになるようなですね、あ、私ホリスティック医学っていうのを学んでるんですけど、うん、そのホリスティック医学協会の会長さんが小津良一先生ってご存知ですか、うん、僕はちょっと存じ上げたんですけど、今おいくつかな、83歳ぐらいだと思うんですけれど、うんまあ、その方が何年か前に書いた本で、若者が羨ましがる老人に なろうじゃないけれど、うん、そういう、うんうん、そういう本を書いて、まあ、そういうなんていうのか、そういうお年寄りがどんどん増えていくと、小津先生みたいに元気に働いてあんな素敵なふうお年寄りになりたいなっていう、うん、年をとっても元気で、なんていうの、憧れるような人になりたいなって言われるような年寄りになってほしいなっていう、うん、したら今50とか60 56でもね、70代80代の方でもでも90ぐらいの時にっていう、そうですよね、なんていうのか、うん、私まあ、倫理塾っていうところで、うん、倫理法人会 の、うん、会長さんの丸山会長さんの書かれた、あ、理事長、ね、あ、理事長、創業者の、あ、創業者の方、丸山俊夫先生ね、俊夫先生の書いた本の中に、はい、病気っていうのは、自分の道から外れたがゆえに病気になるんだよっていう、うんうん、っていうのを書いてあるのを読んだ時に、うん、高齢者の方、まあもちろん老化で病気になるっていうのもあるんだろうけれど、でも実際病気にならない人もいるじゃないですか、うん、本当に老衰、うんうん、で、なんていうのか、年を取ったら隠居で終わりっていうような、そういう流れっていうのがあって、結構仕事をしてて会社を辞めてから病気になる人とか認知症になる人っていうのがやっぱり多いので、人ってやっぱり働きたいんじゃないかなっていうすごく思って、だからこれに高齢者増えてくるし、高齢者の雇用をどんどん増やした方が日本元気になるんじゃないかなっていうふうに、もちろん若者も大事なんだけれどっていうのを思って、なんか高齢者を元気にする、もう実際にもう要介護の人でもなんか働いたら元気になるんじゃないかなとか、じゃあまあ60ぐらいから上はまあ気持ちさえあれば85でも構わないっていう、そういう要は高齢者の方々がリハビリというか、そうですよね、元気で働いたり元気で生きがいを持って生きるようなところが誰というところですか、そう、うん、っていう、まあ、それも一つ一番気になるのは高齢者っていうことですね、うんうん、要は子供とか女性とかじゃなくて、壮年期とか青年じゃなく、うん、高齢者という枠の方々、うん、がもっと働けたらいいのにって思っちゃうんですよね、で職業、まあ、職業リハビリテーションっていうのもあるんですけれど、うんうん、そういうリハビリもできたら面白いなと思ってるんですよね、いや、すごく素晴らしいと思います、うん、でそういうね、なんか形で、まあね、今のが、まあ、全部答えっていうわけじゃないと思うんですけども、うん、なんか考え方としてはそういう自分が直接だからやっぱどこに関わりたいのかっていうところ、うん、でビジネスって面白いのって、うん、要はどこやってもいいんですよね、あ、はい、うん、例えばね、今言ったように、ね、要は今ね、日本だと高齢者が増えてるから、じゃあ絶対高齢者向けにやらないといけないのかって、そんなことないじゃないですか、うんうんうん、ね、それこそ今から学習塾を開かれる方もいるわけで、うんうん、そうなんで、やっぱそこをなんか選んでるっていうのも
あのやっぱ無意識にご自身で多分選択されてるところがあると思うんですね。うん、やっぱねこんだけ高齢化社会でもね、そういう今言ったように学習塾でね子どもたち相手にやりたいっていう方も全然普通にいらっしゃるから、なんかそこをねなんかあのそれが多分あのご自身の強みというか違いっていうところになってくるのかなって思うんですね。うんうん、であともう一個掘り下げていくとするなら、まあ、なんでねそういう高齢者の方を、うんまあ、支援したいのかっていうそのなぜっていうところですね、うんはい、その辺って何かあります？あのなぜっていうかそうですね、私があのまあこういう医療の仕事ついて病院で勤め始めた時に、うんなんていうのか、まあ、病院勤めて始めたりとか、まあ、仕事で高齢者の方と関わっていく中ですごくなんていうのか、あれだけ活躍した人がどうしてこうなっちゃうのっていうのが、それ、まあ、若い時にまず20代の時にそれを病院に行って見てしまった時に、うん、私たちの未来はどうなるんだろうってすごく心、うん、あの未来が明るくなくなっちゃったんで、うん、暗くなっちゃったっていう。でもあの病院とかそういうところで普通に OL さんとかそういう友達っていうのはすごい未来に対してすごいワクワクしながら働いてるんだけれど、うん、私は先を見すぎてしまってワクワクにならなくなっちゃったっていうのがあって、やっぱりなんていうのか高齢者の方が元気でいるっていうのは本当に若者のへの希望になるんじゃないかなって話を思って、そうですね。一番最初にそれを感じたのは誰を見た時なんですか？あ、それを感じてみた、あのですね、あ、元気だったのがね、なんか置いちゃったみたいな感じで感じた。あ、それはあの元夫の、はい、あ、岐阜なんですけれど、はい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 、そうですね、がすごくご高齢でもすごい元気で、うん、もう趣味絵を描くのがすごく好きで、はい、うんうん、もうでっかい、なんですかね、障子ぐらい、障子じゃないや、あのものすごい大きいキャンパスにこんなの描いてるとか、まあ、別にキャンパスを買ってきたわけじゃなくてなんか板に布貼って描いてっていうのをもう本当に好きで絵描いてて、うん、で朝6時に1時間散歩してっていう、うんうん、すごい元気なお年寄りを見た時に、あ、人ってこういう生き方もできるんだっていうのすごく、それでなんていうのか年を取っても元気に人はなれるんだっていうのを初めて見たっていう、ですね、多分ね、その義理のお父さんがすごく元気だったっていう話で、うん、で多分それの対比になってるのが多分ご自身のご両親っていう感じですかね。まあ、そうですね、両親とかおじいさんおばあさんとかね、はいはい、うんうん、こう皆さんあれなんですね、病気で、うん、はい、お父様も早くちょっと早く、そうですよね、うん、多分そういうのを多分見てこられたと思うので、うん、あのなんで多分その究極的に多分助けたい方っていうのがやっぱりご自身のご両親とかおじいさんおばあさんっていうところにつながってくるのかなっていうふうに思うんですね、うんうん、で僕よくこの、まあ、このコアコンセプトのその誰にっていうところはこれ突き詰めていくとですね、うん、あの僕は魂の顧客って言ってるんですけど、うん、そう、要は魂レベルで誰を助けたいかって話なんですよ、うん、要はね、誰助けるのも自由じゃないですか、うんうん、そうね、別にラーメン屋ってね、ラーメン若い人に食べてもらって助けるっていうのも別にあるわけだし、うん、ね、でもね、選んで、ね、そうやって高齢者の方にやっていきたいっていうのは多分もしかしたらなんとなくご自身のその子供の頃の体験とかで、うん、ね、元気だったお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんを見てて、うん、でもそれがだんだん、ね、年を重ねたり病気をすることで元気じゃなくなってね、うん、なっていくっていうのを見られて、だからそこをまあ、ね、手助けしたかったというか、うんうんうん、そういう気持ちがもしかしたらあるのかなって、うんうん、その辺はいかがですか？
そうですね、あると思いますじゃなくて、なんかググって話聞いてググってきたから来たってきた魂にちょっと来たかなというそうなんです。あの結構そこででもみんな本当そうで、そのどこなんか選んでるようなんですけど、なんか選ばされてるじゃないんですけど、うん、でそういうのって結構やっぱ自分の子供の時のそういう原体験みたいなのが、うんうんうん、あのベースにあって、で僕も今そういう企業家経営者の支援ってやってるんですけど、うん、僕は原点はやっぱ自分の母親みたいに達成できたいっていうのがあって、はい、まあ、母はまあ自分で、ね、何かやりたいとかだったんだけども、あの、なんだ、あの、まあ、若くしてちょっと亡くなったんですよね、うん、まあ、僕が産んで僕が小学校1年生の時ぐらいに亡くなってるんですけれど、うん、でも、うん、でも僕はやっぱそういう母を子供に助けたかったなっていうのがやっぱ自分の今の活動の原点になってるんで、うん、まあ、何かいただけるとどうしていいか分かんない方とか、うん、まあ、あとね孤独で悩んでる、まあ、企業家さん経営者さんとかをサポートしたいっていうのがあって、うんうん、なんでまあ、ね、そこが、まあ、自分の活動の原点になってるんで、まあ、それを続けていけるし、うん、まあ、これをまあ多分一生やっていくのが自分の役割なんだなっていうふうに思ってるところがあるので。多分ね、水野さんの中にも多分そのお父様お母様とか、ね、うん、おじいさんおばあさんへのなんか思いというか、うん、そういう方々を助けたかったなっていう思いがなんかあるのかなっていうのはなんかお聞きしてて思うなっていうところですかね。あれですかね、自分の生みの親さん、うん、お父さん、ね、早く亡くなって、うん、から義理のお父さんとか両極を見たじゃないですか。そうですね、だからこの愛、この早くね亡くなった方をここまで持っていく中のサポートをしたいというのが誰で、じゃあどの形のサポートをするかというのが多分社会の市場との一致で、今まではリハビリで動かないとか動くを治していくっていうことだし、星読みもやってみたけどただ情報を与えてもダメだし、結局本人がやるかやらないかじゃないですか。そうですよね。だからおぽのぽのやってみて心が変わったら、うん、それもやるかやらないかも本人次第だから、何か今あるものを提案してもやるかやらないかは全部本人次第じゃないですか、うん、だから根本っていうのは本人が元気なお年寄りになりたいと思うことですよね。そしたらノウハウは多分いっぱい世の中にもあるし、ご自身もできるし、うん、だからあの小津先生の若者が羨む、うん、老人になろうと思うかどうか、うんうん、そうですね、うん、そこを多分あ そ, うです、ね、そこにピンポイントにもし入れれば、うん、あとは今までやったことが全部乗っかるし、うん、紹介もできるじゃないですか、うん、で医学のことも紹介もできるし、うん、だから西洋も東洋もスピリチュアルもなんかもう持ってるけど、うん、その根本にピンポイントに押すとしたら、まあ、具体的に何していいか僕分かんないですけど、うん、老人がだから 若者から羨ましがれる老人になりたいって思う人、うん、もこうをなんか、まあ、作るっていうかサポートするというか、そこをボタンを押す担当だと、うん、なんか今までの人生が全部乗っかるんじゃないですか、うん、ね、さっきあと、ね、お話聞いてまあ、今ね理学療法士で、ね、うん、やってて、ただ理学療法士 の現代医療のちょっと限界みたいなのもちょっとね感じてるみたいな、はいはい、ね、やっぱできるところとできないところがあるみたいなあると思うんですけど、うん、僕はもしかしたらなんとなく でももう理学療法士でも長くされてらっしゃるわけですよね、うん、はいはい、でこの長く続いてるっていうのもねやっぱりすごくヒントになるなと思うんですよ、うん、で仕事ってなんだろう、本当に嫌だったらね、やっぱ辞めてるんですよね、みんな。まあ、はい、うん、この仕事本当に合わないってなると、うん、やっぱね10年続く、10年以上続いてるってことは多分何か合ってる部分は絶対あるはずなんですよね、うんうん、なんで続いてるんだけど、ただご自身のその理想、描いてる理想と、うん、やっぱり今の仕事とのこのギャップがあるんで、うん、なんか違和感があるなっていうことで、うん、他の手段を探してるんだけれどもなかなかちょっと見えてこないみたいな、うんうん、だからもしかしたら別にこれはまあ一つなんですよ、もしかして究極言うとね、水野さんの理想とするなんかリハビリ施設みたいなのを作るのがおーおもしかしたら で、まあ、できるできないはちょっと一回置いてます、うん、はい、究極のいやこんなリハビリ施設あったらすごいいいよねっていうのを、うん、もしかしたらね一回絵を描くだけでもいいかもしれないです。リハビリ施設、うん、